く見えるな、キリュウ。おい、どういうことだ、ソメア。見ての通りですよ、四代目。てめえの相手はそこのソメアだ。聞いたぜ、あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すげえ。安心してソミアに殺されな。何があった、ソミア。何があったって、行かれちまったんですよ、俺は。殺す相手はお前じゃねえ、後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ、もうやめろ。まだ終わってねえ。君には無知をくれてやる必要があってな。お前ら、清美ママを。岩見、ソメアにはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だがソメアはその条件を守ることができなかった。
やめろ、やめてくれ。キリュウさん、あなたがソメヤに殺されてやらなかったせいです。やめろ、イワミ、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでにソメヤにとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。一つ。四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。ここには、ヒロミには、俺、一度も手を挙げたりなんかしてねえからな。大事にしてきた。本当だ。美しき夫婦愛を、いや、家族愛を見せていただきましたよ、ソメヤさん。何をする気だ。まあ、時間切れは時間切れじゃけえの。わしが守りきる。安心せえ。